三好長慶の秘密の地下通路ネットワーク。三好長慶は彼の支配地域に広範な地下通路ネットワークを構築していた。このネットワークは軍事的な意外性を持つ移動や重要な物資の秘密輸送に利用された。長慶の地下通路は彼の戦略的な成功の一因となった。